大阪メトロの堺筋線は、大阪メトロの中では異色の存在です。全国的に見れば、そこまでおかしくもなく、架空電車線で走る地下鉄です。東京ではむしろこの方式が標準的ですよね。これは要するに、パンタグラフで給電するか、第3機場という3個目のレールから給電するかです。なお、地下鉄の場合、トンネル建設費がかなり高くなりますから、多くの都市では第3機場を採用しています。東京の方がむしろ不思議ですね。というのも私鉄との直通ありきで開業をした地下鉄ですからね。私鉄が山手線の接続駅でお客さんを降ろした後に、大混雑になることから、都心直結の線路を敷く上で、それを統制したのが、帝都高速度交通営団、いわゆる営団地下鉄でしたが、大阪は違います。大阪市交通局という一強がひたすらに、市内の路面電車を地下化するという事業をしていきました。あくまで市内完結が原則です。やはり、公営鉄道で財源は市民にありますから、当然のことですけどね。それで、この堺筋線に限って、架線を張って地上の電車が乗り入れたというのは、1970年の大阪万博方面の輸送のためですね。御堂筋線と北大阪急行は千里方面へ直通するのですが、これも万博輸送で、こちらは阪急電車の千里線方面へ直通するためのものです。輸送力不足を補うためなんでしょう。なお、路線は天ヶ茶屋駅から天神橋筋6丁目駅までです。天神橋筋6丁目駅というのは漢字7文字もあってかなり長い駅名ですよね。当駅終点列車とかの場合、手前の扇町駅から距離も短いこともあって、かなりの早口で案内をしていきます。その点が面白いですね。堺筋線は11個しか駅がなく、かなり少ないですね。駅の距離も割と長いんでしょうかね。まあ主要駅は止まりますが。というか、天ヶ茶屋駅までしかないので短いんですよね。直通自体、大阪メトロでは珍しく、阪急電車が乗り入れるのもここだけです。大手私鉄が自社車両をそのまま持ってくるのはこの堺筋線だけですので、異質であることがよくわかるでしょう。近鉄が違反な線は中央線直通ですが、あれは中央線の第3機場に合わせているんですよ。あと、東京、名古屋にも中央線がありますが、それとは全く違う、大阪市営地下鉄として走っていた中央線のことですよ。紛らわしいですね。車両は66系電車という車両を使っています。第3機場電車は20系となっていますから、異なりますね。66系電車は側面が銀色です。これが意味することはつまり、直通先の阪急、千里線や京都本線では一部列車で66系が運用されるということです。あれだけ丸運色にこだわる阪急電車ですが、他社だけはどうにもなりません。阪急、神戸高速線の山陽電車乗り入れと、ここだけしかありません。あとの区間はすべてこだわり塗装の車両たちですからね。66系電車は少し前までスカートがなかったんですけど、最近スカートをつけたようです。それからこの車両、京都本線の通勤時間帯の河原町行きには運用できません。どうも機器の問題だとか、河原町に入線する電車は阪急のみということです。しかし、京都でも嵐山には66系電車の入線実績があります。臨時列車ですけどね。基本的には高槻市駅までらしく、北千里駅と、そこまでしか乗り入れることはないでしょうが、阪急でも目立つし、大阪メトロでも浮いている面白い路線です。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。